万獣大化は、鈴木木二ダイア木にところ属する魚類の分類群の一つ。ツバメウアカククリなど、沿岸性の魚類を中心に八族16種が記載される。万ダイ化の魚類は、インド洋、太平洋、大西洋など、世界中の温暖な海に幅広く分布する。サンゴ礁など、沿岸の浅い海域に生息する海水魚の一群で、稀に奇水域にも進出する。 日本近海からは少なくとも二族六種が知られている。植生は雑食性で、藻類や小型の無脊椎動物を捕食する。本科魚類は観賞魚として、アクアリウムでの飼育対象となる。ツバメウオ族やシロガネツバメウオ族の稚魚は枯葉に、擬態した独特な姿を持つため特に人気が高いが、成長は非常に早い。日本の沖縄では、本科魚類を、 南蛮カーサーと総称し、食用として利用される。万十代化の魚類は、左右に平たく側平たした円盤状の体型を持つ。全長数十センチメートル程度の種類が多く、最大種では90センチメートルを超える。体高は高く、口は小さい。未成御は体側に、黒色の帯を持つことが多いが、成長につれて消失する。背びれは5。 または9本の棘状と18から40本の軟状で構成され、ツバメウオ族を除き棘状部は後方に続く、軟状部と明瞭に分かれている。尻びれは3棘15から28軟状。第一上ラ骨には大きなエラ葉が串のように並び、エラ膜は胸部で結合する。元舌骨は耐火的で、角場合もある。突き骨と後外骨に葉を持たない。 エラ上骨は6本、椎骨は24個。万十大カには、ネルソンの体系において8属16種が認められている。本校では、フィッシュブイスに記載される15種についてリストする。かつて本科に所属していたすだれ大類は、現在は独立のすだれ大化として、鈴木アモクに含められるようになっている。ツバメウオプラテックステーラ。日本近海に分布する。 本科魚類としては最も一般的な種類。しばしば大きな群れを形成し、人になれやすい。南洋ツバメウオプラテックスオオビキアレリス。幼魚は枯葉に擬態した独特な形態を持つ。ありがとうございます。